東京駅東京ホーム7バイト売店キオスク、または、キオスクは、JR グループの駅構内にある小型売店である。名前は、簡易構造物一般を指す英語、キオスクに由来する。東日本旅客鉄道系列の JR 東日本、クロスステーションのみ、キオスク、他は、キオスクと呼ばれる。キオスクの名称及びロゴは、日本国有鉄道時代に運営していた。 鉄道交際会から引き継ぎ、JR 東日本クロスステーションの登録商標となっている。このため私鉄の駅売店は、キオスクとは称さず、各社それぞれの名称をつけている。日本国有鉄道の売店を継承して、共通のブランドを有しており、JR 旅客6社の系列会社が経営している。国鉄時代から現在までの経緯と、 北海道キヨスク、JR 東日本クロスステーション、東海キヨスク、JR 西日本デイリーサービスネットなどの JR サービスネット各社、四国キヨスク、JR 九州リテールが経営する同ブランドの売店について記載する。1932年4月に上野駅、東京駅構内20店舗で鉄道交際会が物品販売を行う売店を開いたことに始まる。 鉄道事故などで一家の働き手を失ってしまった、遺族に働き口を確保する目的があったとされる。1973年8月、創立40周年を記念して、それまでの鉄道交際廃売店からのイメージチェンジを図るため、キオスクという愛称が付けられた。キオスクはトルコ語の景気路の意味に由来する英語で、オク・キアスクの意味から、キオスクと読ませた。 命名者は当時選考委員を務めていた田中健吾である。キオスクの綴りを日本語読みして、キオスクと表記する場合があるが、この場合は、鉄道交際会のキオスク以外の業者による店舗を含めた、駅売店の総称としての意味合いを込めることが多い。日本国有鉄道の分割民営化に合わせて、鉄道交際会は、財団法人鉄道、 交際会と JR グループ各社が出資する6つの株式会社に分割された。一部は子会社再編による合併や社名変更を経て2015年現在、キオスク事業を展開する6社とも JR 各社の完全子会社となっている。近年は鉄道乗客数の減少や大都市圏では駅中の施設の開業に伴う 収益減少から、中小の駅からは撤退するケースが多々見られ、各、ホームごとに、複数の店舗を有した駅でも駅舎内の一店舗に集約したり、キオスク各社が展開する、コンビニエンスストア業態に転換されるケースや、コンビニチェーンとフランチャイズ契約したキオスク各社、もしくは JR 系物販会社の店舗が進出するケースも見受けられる。 自動販売機によるオートギオスク形態の店舗も増加している。なお、日本国外では、一般的に電話ボックス、インターネットができるブース、富くじの販売所といった小さな面積で一定の機能、またはサービスを提供するものに対して、この故障が使われる。コンパクトにまとまっていて機能的なサービスを提供する、未成功力オスクと考えられる。日本では、 コンビニエンスストアや駅などに設置される、マルチメディアステーションを指して、キオスク端末と呼ぶ場合がある。コンビニキオスクセブンイレブンバイキオスクスイカ、対応セルフレジニューデイズキオスク、仙台駅新幹線のボリホームに豪店名古屋駅、ベルマート広小路口ファミリーマート JR、名の浜駅店。ありがとうございます。